こんにちは、えー。トーナメントのブラッディです。えー、今回は、えー、緑禁止なので、えー、クランパスにとっても期待しています、えー。回復はできないですけれども、ミニオンは呼べるんで、えーミニオン使えー、ミニオン使いを2体入れています。はい、行きます。右に青が来てくれたら助かるんですけどね。 とりあえずとりあえずここ行きましょうか今の一手は失敗だったかなせいたかなではではたくさん消すことを考えて偶然の連鎖にも期待してここ行きましょうか なんとか紫を消してマナを貯めて。なんとか紫を消してマナを貯めて。ベラでミニオンの壁を張り。これで相手のベラいけるかなダメか。 それでは相手の防御力を下げてで。でもって、えー、タヒヤに対して、えー、ウサギを当てて。倒せんか。さらにでは、えー、タヒヤに対して、えー、マグニを当てて。 まだか青ダイヤを使いたいのぐっとぐっとこらえてこらえて赤ダイヤ行ってしまいましょうかちょっと雑すぎるかな赤ダイヤ 行きましょうか,行きましょうかこれで盤面に青がちょっとでも降ってきてくれたらウサギが行ったタヒア倒せたすごいな相手そっかー 属性リンクもりもりですねでは、えー、青ダイヤいきまして耐えた、えー、それではベラでミニオンクランパスでミニオンの壁を張りそれ ここからベラのミニオンの壁を張り、相手のマリアーナが撃ってくる。では、紫ダイヤ使っちゃいまして。クランパス、ミニオンの壁。炎ダメージも怖いけれど、とりあえずしのいだ。ベラでミニオンの壁を張り、 えー、とりあえず青を消してマナを貯めて。こうなるとマリアーナの回避も。えー、防御力を下げて。あ、マリア、あ、マリアーナいけた、マリアーナいけた。えー、ではクラディッサに対して、えー、マグニを当てて。ああ結構カツカツでしたけど、なんとか、なんとか。 はい、ありがとうございました。